もしもの話だよ。私の倍の年収の人が諭吉をもらいたいって。諭吉は即決。3秒くらい迷ってくれてもよくない。出向の末晴れ晴れと捨てられるのも残酷すぎる。私は資格を取るよ。年収アップしてみせる。3秒で寝かしつけられた。